ガブリエル・オベルタンは、パリ郊外のパンタン出身のサッカー選手。アセルチャンピオンシップ、シャーロット・インディペンデンス所属。ポジションはウィングであるが、中盤のポジションも務めることができる。2002年にパリ FC に加入するまでは、地元のクラブであるパンタンでプレーしていた。パリでプレーしている多くの選手と同様に、彼も1年後にパリ・サンジェルマン FC のユースに加入した。 パリ・サンジェルマンで1年間トレーニングを受けた後に、彼のさらなる成長のために INF、クレール・フォンテーヌへと移った。そこで FC ジロンダン・ボルドーのスカウトの目に留まり、1年後にボルドーに加入した。1年間をリザーブで過ごし、2006年にクラブと3年間のプロ契約を結んだ。オベルタンはトップチームに昇格し、26番のユニフォームを与えられた。 2006年9月30日のバランシェンヌ FC 戦に途中出場し、15分間プレー、17歳でプロデビューを果たした。初ゴールは2007年4月22日の AS サンテティエンヌ戦でロスタイムに決めたゴールであり、チームも2から0で勝利した。デビューシーズンは17試合に出場したが、16試合は交代での出場であった。 翌シーズンは契約を延長し、多くの出場機会を与えられ、26試合に出場し、2ゴールを挙げたが、ローラン・ブランのチームには他に、多くのフォワードの選手が在籍していたため、その出場のほとんどは交代での出場であった。2008から09シーズン前半も、出場機会は限られていたが、4から2で勝利したクープ・ドゥラリーグの、 EA ギャンガン戦で2ゴールを挙げるなどの活躍を続けた。ボルドーはリーグで優勝争いをしていたが、オベルタンの出場時間は少なく、ブランは多くの出場機会が与えられるであろうと、FC ロリアンにレンタル移籍させることを決断した。ロリアンでは15試合に出場し、グルノブルフット38戦でゴールを決めた。2009年7月6日、レキップ神は、 オベルタンの遺跡について、クラブのチェアマンが数週間前にマンチェスターユナイテッドと合意し、選手も契約に同意したと述べたと報じた。翌日、オベルタンはマンチェスターでメディカルチェックをパスし、8日に正式に契約を結んだ。遺跡金は300万ポンドで、オベルタンは4年間の契約を結んだ。2009年10月31日、プレミアリーグ第11節。 ホームのオールドトラフフォードで行われたブラックバーン戦において後半18分から途中出場。続く第12節のチェルシー FC との試合でも後半40分からであるが途中出場を果たしており攻撃的な左サイドのポジション争いに名乗りを上げた。オベルタンは U-16、17、18、19、21と 各世代の代表に選出されている。U-21 代表時代の2009年3月31日にシティグラウンドで行われた U-21 イングランド代表との親善試合でゴールを決めている。ありがとうございます。